Salut à tous. Aujourd'hui, on va tester Bayonetta qui vient de sortir sur Switch. Donc, je l'avais fait sur la 360. Alors, on va voir du coup ce que ça donne sur Switch. Donc, je ferai plusieurs vidéos, chapitre par chapitre, je pense. Et après, je les mettrai sur YouTube, histoire de faire tout un let's play global comme ça. Alors. Bon bah allez. On n'a pas le choix, on va jouer en mode normal. Mais ça suffira. Je suis pas une bête alors. その調和はある日もろくも崩れ去る。世界の観測者とまで謳われた光と闇の両一族が互いに憎悪の炎を燃やし、突如として激しく争い始めたのだ。戦火の炎は瞬く間に広がり、ヨーロッパ全土をいつ果てるとも知れぬ混沌の嵐へと陥れた。拷問、暗殺、惨殺、かつてない熾烈な抗争だった。しかし拮抗する両者の勢力にも次第に変化が現れ始める。絶大なる神の力を振るうルーメンの賢者たちだったが、隠密を旨とする魔女の攻勢に押され、開戦から数年後、賢者一族は滅び去り、アンブラの魔女の勝利でようやく争いは幕を閉じた。人々による魔女たちへの執拗な迫害が始まった。狂気に駆られた民衆は生き残った魔女たちを徹底的に断罪、凄惨な魔女狩りである。抵抗する者もいたが、人々の信仰する神の奇跡の力によってことごとく惨殺され、ついに影の観測者アンブラの魔女の一族も歴史から消え去った。ただ一人を除いて。Par cette année, on peut pas avoir un joueur pour l'instant.
Ça a l'air d'être notre copine, ça. C'est assez violent. Changer de tenue pour modifier la tenue de Bayonetta. Ok. Changer de tenue. D'accord. Oh mon dieu. Mort, je ne veux pas. Ils sont trop laids les costumes. Sauf le Metroid. Metroid est stylé. ダンプティ墓の中か。壊し屋エッグマも最後は飽きねえもんだったぜ。なあ。そんなことより、なんで俺がこんなやつのために、わざわざ参列しなきゃならねえってんだ。仏を降ろしたら俺は親子ごめんだろ。なあ、今日が何の日か知ってんのか。こんなやつに聖書なんか読んだって無駄だぜ。俺たちのゴミダメの中でも札付きのクズだったんだよ。 ほれ、この通り。こんな葬式に来るもの好きだってただの一人も嫌しねえ。パン・ジョンティ・ガーソン。仏の世話も俺たちの務めだがな、奴の組織のご機嫌を損ねたら首が体から離れちまう。うまいことやらなきゃ命がいくつあっても足りやしねえ。まあ、ここはそういう街だ。こういうクズどもには俺たちみたいに面倒見のいい奴が手を貸してやって持ちつ持たれつってわけさ。 もらうもんはもらうがな。<笑>おい、いつまでそんなくだらねえことやってんだ。俺だったらこいつが地獄でバーベキューになるよ、祈るぜ。いや、せいぜい目玉焼きか。<笑><笑>そしたらめでたく天に登れるだろうぜ。ただし腹をすかせた神様の朝飯としてだがな。<笑> さてと、俺も帰るぜ。今夜は家でチビたちが俺の誕生日のお祝いにケーキを作って待ってるんだ。可愛い奴らだろ。それじゃ、アバエよ。まさか。 お迎えが嘘だろ。あんなクズにも。ああ、この腐った俺の光め、今知ったらね。ああ、あの光の中にいるんだな。お前にはやつらの姿が見えるんだろう。はっきりと、暖かき祝福の光に包まれて天より降臨めされた神の御使い。来やがった。 光の主、苦しみ迷える我らが家族の御霊、永遠の安息に導きたま。
sont des anges. Les monstres sont classés en sphères, je pense que c'est le degré de difficulté. ストライ痛い目に遭う。どいてなしたんぼ。よう、エンツじゃねえか。隠れてる。たまりにたまった店の付けを払ってもらう前に死なれちゃ困る。 What the fuck, ce jeu? Et mais dis donc. Ah putain, on peut même jouer en mouche, en écran tactile quoi. Bon. X. Ha!
Ouais, ok. Esquive des attaques. Esquive au tout dernier moment pour activer l'envoûtement. Et puis là, on peut tout démonter. Oh, c'est facile. Tire sur un ennemi. Ah ok. Ça marche. Ok. Ouais, c'est stylé. C'est cool, hein. C'est super rapide, moi, là.
分かったでしょ私には血も涙もないねNickel. C'était facile. Konna omocha tsukawasete koiya wa Rodan no ogori ne. Ore no kuruma ga mechakucha da. Nande itsumo konna kuso mitai na me ni au da yo. Naki, enjin wa choushi ii wa yo. Sore yori sekasu yo de warui nda kedo.あんたが掴んだっていう例の情報、早速聞かせてくれないかしら。それどころじゃねえ、こいつを見てみろ。宙吊りにされるわ、車もおしゃかにされるわ、人を散々ひでめに合わせておいて、はい、情報よこせだ。お前何考えてやがるんだ。ご機嫌斜めだな、エンツ。そんなに騒いでいたらエッグマンが目を覚まして、這い出してきちまうぜ。なんだと。レオナッタ、俺は先に帰るぜ。さっさと例の物を仕上げねえとお前さんが困ることになりそうだからな。待てよロダン、エッグマンはどこへやったんだ。あの穴の下で寝てるわよ。でもあの世でも嫌われ者になって死神に蹴り出されてこっちに帰ってくるかもね。あんたのことが随分お気に入りだったみたいだし。花でも添えて埋めてきたらどうだ。ほれ。早くしてくれるかしら。待ってあげてもいいけど、5分経ったら歩いて帰ることになるわよ。ママ、待てよ。俺を置いていくんじゃねえぞ。ポステイージーク。Facile, facile。全くついてねえ、最悪だぜ。せっかく久しぶりの依頼で儲けたってのに、これじゃ修理代で全部パーだ。俺の愛車をこんな風にしたクソ野郎が今度俺の目の前で現れやがったらギタギタにしてやるぜ。目の前はあっち。ちゃんと運転して。何をすましげをしてやがんだ。お前だってろくなもんじゃねえだろ。このゴミダメみたいな街のゴロツキどもの中でも天の使いに手出すなんて物騒なやつは見たことも聞いたこともねえ。何これ。それも海女さんの格好でだ。おめえみてえな罰当たりのやつはろくな死に方しないだろうよ。あの格好結構気に入ってるのよ。お友達にも恵まれるしね。20年前湖の底に沈む棺桶の中から目覚めてたった一つ覚えてるのは自分が魔女だってことだけ。その上輪っかを頭に乗っけた愉快な連中を毎日ぶっちめて生贄に差し出してやらなきゃ地獄に引きずり込まれて一巻の終わりだとよ。俺も自慢できる生き方はしちゃいねえが、お前のその難儀な人生には同情するぜ。熱弁のところあいにくだけど電気作家はお呼びじゃないわ。面倒な葬儀を引き受ける代わりにあんたは情報を教える。それが取引よ。ちょっと待ってくれよ。この車が見えねえのか。こっちはただ働き同然なんだぞ。話してやってもいいが、その前にせめてロダンの店で酒でも飲まなきゃやってられねえってんだ。言っておくが情報は確かだぜ。お前の記憶の謎を解く唯一の手がかり、双子の宝石の片割れの行方をついに突き止めたってのよ。
石一つに目の色変えちまって意外に乙女じゃねえか。苦しい。ちょっとからかっただけだろ。エント、あんたついてるわよ。しつこくてうるさい虫が一匹。Pauvre mec, quoi. Il a rien demandé et on lui fait des misères. C'est notre copine du début, je pense. Sadique. Ouais, je me rappelle de ça, c'est pas très gentil. Défoncé par les chaînes. Thank you.
Allez, un petit vodka martini. Ça passe toujours bien. その真ん中にある通路のような空間がプルガトリオ。私が天使たちを狩るのに使ってる場所ね。改まって抗議でも始める気？問題はそのバランスだ。たまに人間界で暴れる連中もいるが、大抵はその領分をわきまえてる。だがあんまり度が過ぎると、ヨハネの黙示録さえ茶事な絵本になるような、天界と魔界の全面戦争が始まるぜ。 Là, on peut commencer à parler, monsieur le barman. Il y a pas mal de matos, hein.私を誘う？約束がなければお断りよ。でも毎日小物の相手ばかりするのもいい加減退屈してたところだし、そろそろもう少し上品な子たちとも遊んでみようかしら。 今夜は随分飲むな。余計な世話だろうが。 On voit qu'il date un peu quand même le jeu. Hein. C'est pixelisé à fond, c'est pas... C'est pas propre tout ça. Yes. Statue dehors. C'est tout. Oh là là. Ah ouais. Bah ouais, j'ai pas le choix, je peux rien acheter.
Bon. Allez, je reviens en 5 minutes. On va changer, on va aller sur Mario du coup.